本日のストップ高め柄はこちらになりまます。す。一つつずつ解説していきますサイフューズは再生医療等製品の開発、製造、販売をしている会社です。急騰した理由は東証が信用取引に関する規制措置を解除したからです。インスペックは基板青いなどの製造販売をしている会社です。急騰した理由は高性能フラットベッド型検査装置を呼び、 ロールツーロール型検査装置の大型受注を獲得したと発表したからですイメージマジックはオンデマンドプリントサービス事業自社サービスサイト企画運営ウェブサービス連携 EC サービス連携ハードウェア販売アプリ開発などを推している会社です急騰した理由は DTF プリンターインクがエコパスポート認証を取得と発表したからだと思われます本日の高材料銘柄を紹介します アンエイはシリンダーブロックなどのエンジン部品や NC 機など工作機、検査測定装置の製造・販売をしている会社です。本日の材料はリチウムイオン電池の長寿命化に関する新技術を開発したと発表しましたスミーシホールディングスは石炭の仕入れおよび販売等を行うグループ会社の経営計画・管理をしている会社です。本日の材料は井村俊哉氏は保有割合が増加。 また、業績が上振れすると発表しました。BE プラッツはサブスクリプションプラットフォームの運営などをしている会社です。本日の材料は、サブスクリプション統合プラットフォームにおいて、改正電子消防保存法、インボイス制度対応機能を提供開始すると発表しました。霞が関キャピタルは、不動産コンサルティング事業、自然エネルギー事業をしている会社です。本日の材料は 興業を発表しましまたリンカーズはビジネスマッチング事業、リサーチ事業、ほかをしている会社です。本日の材料は、ノメ信用金庫に対し、金融機関向けビジネスマッチングシステムの提供を開始したと発表しました。フィットはオンライン再エネ取引、マーケットプレイスの開発、運営をしている会社です。本日の材料は、子会社が LA アセットと資本、 業務提携しししたたと発表しましたストリームはインターネット通販の運営事業、レンタル事業、ビューティーヘルスケア事業、3PL 事業、各種販売支援事業をしている会社です。本日の材料は、同社が運営するネット通販サイトを d ショッピングに出展したと発表しました。毎日ストップ高しした株の開設をしています 今後も継続してほしい。また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。